中島勝隆氏は、日本の政治家。元群馬県立林市長、群馬県議会議員、立林市議会議員、群馬県立林市出身、立林市議会議員を5期務めた後、群馬県議会議員選挙に立候補して初当選。県議3期目の任期中に辞職し、1997年の立林市長選挙に出馬して初当選。2001年の市長選では、 無投票で再選。2005年の市長選では、自民党、社民党、公明党の推薦を受け、針谷進むを退けて3回目の当選を果たした。2007年、持病の糖尿病が悪化。視力低下など、姿勢執行が困難となったことから同年2月に、田村秀俊氏を市長職務代理者に指名し入院。その後、辞任を表明。中島の辞任に伴い、 県議会議員だった荒岡和夫が市長選への立候補を表明、無投票当選を果たした。市長在任中は2006年の秋島市との災害時総合応援協定締結、独自自転車競争組合管理者として前橋競輪からの撤退を決断するなどの功績を残した。他に、オーラ建林医療事務組合管理者、建林消防組合管理者、 群馬県ボート協会副会長。財団法人群馬県防犯協会理事。群馬県土地改良事業団体連合会。副会長理事。赤号第一土地改良区理事長。群馬県土地改良事業。団体連合会管理事務部長。立林ジュニアオーケストラ顧問。財団法人立林交通安全教育協議会。理事長。立林市総合地方卸売市場社長。 6市自,自転車競争組合管理者などの要職を歴任した。ありがとうございます。